今シーズンも、パトロールマウンテン FJC チームで走ることになり、海外をメインで参戦していく予定です。僕シーズンインしたのがニュージーランドのレースが一番最初のレースだったんですよ。結構皆さんに比べて早めのシーズンインだったんですけど、まあ、それまでしっかり自転車も乗ってましたし、やっぱりレースで結果を残すっていうところに照準合わせて活動できたっていうのが、その今シーズン始まって結構調子いいなって自分で分かるぐらい乗り込めている感覚です、はい、アジア選手権僕5年連続実は出場していて、毎年何が分かるあるか分からない感じなんですよ。アジアンマジックがあると言われているレースで、コースがずっと平らだったり、たまに上り返していたり、ダウンヒルコースなんですけどね、いろいろあった中で、今回のコースはわりかしダウンヒルコースに寄ったトラックだったと思います。環境としてはその日本人はあんまり得意じゃない気温の面ですね。日中45度、46度とかまで上がる暑さの中、本当ヘロヘロになりながら練習してたんですけど、いや本当に嬉しかったです。もう4年間ずっと2位で苦しんでいて、今年こそはって思った中で、こう2番が続いてたので悔しい思いだったんですけど、今年の1位は自分にとってかなりプラスになったと思います。日本チームで行ったメンバーの方々もすごい祝ってくれて、本当自分だけじゃなくて、そのメカニックの人のサポートあり、そのマスターの人のサポートあり、監督のサポートありも、本当皆さんで勝ち取った1位だったと思います。最大の目標は自分の中でやっぱり世界選手権、去年が久々に出場しなかったんですね。やっぱり去年は怪我に悩まされて思うような結果出てなかったので、こう自分の中で辞退をしたんですね。それを今年行くっていうふうに決めているので、そこで結果が残せるようにしっかり頑張っていきたいと思います。